はい、こんばんは、タムランチでございます。えー、今日はあの、ちょっと、なんつうで言うんですかね、えー、変わった動画というか、趣向を変えた動画というか、だいぶくたびれてるな、このタム。えーっと、月タムのですね、あのー、今までやった曲のダイジェスト的な <laughs> 動画を、えー、作ってみまして、 まあというのも、あのー、YouTube の再生リストをですね、ちょっといろいろとこう、数増えすぎちゃったりもしたんで、ちょっと整理してた時に、なんとなくね、ああ、と思って。で、まあ、自分の美貌記録も兼ねまして、えー、ちょっとやってみようかなと思ってやり始めたら、なんか面白くなってしまい。実はね、これちょこちょこやってたんですよ。 あのー、今日やったっていうんじゃなくて、えー、でまあ今日できたということなんですけどねえー、と結局ねうんと月ムとしてはうーんと23曲になってるんですかね1曲月ちゃんのオリジナル曲私がカバーしたのを入れてやるのでそれ入れて23曲。 曲ですかまあえー、っと今年の4月に当時、えーまあ、は「タムランチ」で出してましたけどね <laughs> あの作詞が月ちゃんで作曲が私で「タムランチ」の名義で出してましたけど途中からね「えー、っと月たむ」ということで、えー、やってたんですがまあまあその、えー、最初から「月たむ」ということで。 んですけどえー、まあ1曲あたり15秒ぐらいでこうダーッとまあほぼほぼあでも違うなえっ、ー、とで1本の動画にしようと思ったら結構長くなっちゃって、えー、2つに分けたんですねパート1とパート2に。えー、でもうもともと作ってたから1と2を同時に出しちゃったっていうねそういうことなんですけど。 えー、パート1の方は、その、今年のお盆に作って、ただいま絶賛保管中の、えー、ファーストアルバム、ノークオータという、えー、アルバムの曲順。えー、あれはね、えー、作った順ではなくて、えー、まあ、うん、アルバムを作るにあたり、考えた曲順で、えー、入れたんで、まあ、その順番通りに、 曲並べましたけど、えー、とそのアルバムを作った後にできた曲をまとめたパート2、えー、今日のね「月たムストーリーの」の、えー、動画のパート2はーできた順に曲並べてみましたけどもまあ作りましたね <laughs> うん,うんまあとはいえね、えー、本当にあの月たムはもうノークオーターということで ノルマなしでやってるんで、まあ、できる時はできますしねできたもんは出しますけども、えー、別に、はい、あの両方とも焦ってやっては全くや焦ってやったりして,していないので出、はい、ねときは出ねし、はい、そんな感じで本当にお気楽にやっているので、はい、また、はい、あのー 次がいつ出るとかそういうことは全く予定ないので、えー、できたら出すというスタンスでやっておりますのでね、よろしくお願いします。ね、持って、うん、CD ね、もうできてはいるんですよ。はい。で、あ、1枚はね。えー、で、その後の作った曲たちは、 うんまあ、そのまんまでもいいかなっていうのもありますけどもね。全曲バンド化するつもりはないですけどもね。まあ、何曲かまだ。これはバンド化できるね、なんて曲もあるので。<coughs> はい。まあ、近日、えー、リリースする予定は全くなし。ノークオーターでございますから。はい、うん。 まあ、まあ、ちょっとね、まあだ、うん、なんかの形でなんかするんであれば、まあちょっとね、いろいろ考えてと、は、まあ、思っておりますが、はい。まあ、今のところは、絶賛保管中のままでございます。はい。それで、えー、っと、そうそうそう。あの、だからこれはもうね、えー、ほぼほぼ、その動画は、月田のストーリーの動画は、 もうできて,てアップするばっかみたいな感じだったんだよね。うんそれで、えーまあ、そんな話をそんな話というか、まあ、会社でね、えー、ジムのお姉さんとお話をしていった中で口唇でもなんか喋りましたけど「月たま」の曲に限らず自分の曲でもそうですが、えーまあ、メロディーはその歌詞の中に。 いるんだとその仏師さんがねあの仏像を彫る人が、えー、仏様というのは木の中に実はいてそれを彫り出してるだけだみたいな話を聞いてなんか妙に感銘を受けましてですね、えーまあ、そんなような発想を曲作りでもしておるんですけどもそんな話をしたら「田村ちゃんそれ曲になるよ」って。 言われててなああなるなあと思ってね、えー、それ今日の出来事なんです昼間のねそ,れでその今日の「月たむストーリー」の動画のアップをした後にまあ今日はこれでいいかとも思ったんですけどね、まあ、それでもこれそのメロディーは歌詞の中にいるという、まあ、コンセプトといいますか。 そんななのが曲になるっていうねっ発想があったんでまあ鉄を熱いうちに打っとこうかと思ってちょっとやってみるなと思ってやってみたらねなんかできたので慌てて撮りましたので今日のそのね「紡ぎ出す」っていうあのタイトルでやってみたんですけど、え。ー もうかなり荒いですよ、うん、あのコーラスもつけなかったしね、えー、とりあえずギター弾いてなんかギターを床にぶつける音とかね、えー、コードチェンジもちょこっとミスったりとかしてるけどまあいいやと思って、えー、まんま出してしまいましたけども、はいえーまあ、歌詞を書いて歌詞先ですね、えー、書いて えーまあ、同時進行になった部分もありますが、まあ、それこそその歌詞からメロディーを「どこにいるねん」ね「隠れてないで出ておいで」みたいな感じで作ったんですがそれをそのまんまノンフィクション作家なので、えー、そんな過程をそのまんま歌にしてみましたはいということで今日はちょっと動画をね、えーまあ、3本と言いますか うん、まあ、月玉の動画はまあまあまあま、あ一つのものとし,たとしてね、まあ2種類、えー、アップさせていただきましたけども、はい。まあまあ、ご覧になっていただければと思います。ということなので、どうしようかな。えー、まずまあ、今日の歌動画ね、えー、私、たまらんちの新曲でございます。えー、と、無限ループの後か、1個前が無限ループでしたね。 ぎやってみましたんと、はいまあ、ギター一本ボーカル一本のシンプルな構成ですけどもねとええー、月タムのストーリー動画も、まあ、ご覧になっていただければと思いますのでということで田村ランチでございましたはいそれでは今日はこの辺